はい、タントンです。今回オタレス会始めましたデュッセンバーグなんですけれども、続いてご紹介するのはこちらですね。あの定番のスタープレイヤーのシリーズなんですけれども、スタープレイヤー TV の、デラックスっていうモデルになりますね。でノーマルのタイプと、違う点といえばですね、大きくは見ての通りポジションマークが違うということと、ピックガードがクリアのガードになっているというのが、見た目で大きく違う点で、もう一つはサーキットの方面ですね。ピックアップ、フロントのピックアップもハンバッカーに変わってまして、結構回路が独特でですね、マスターボリュームですね、マスターボリュームと各ピックアップのトーンコントロールですね、これがフロントで、こっちがリアで、セレクターになってますね。で結構独特のトーンコントロールなので、今が、フロントですね。シャキシャキっとした雰囲気の音も作れるという感じで、かなり、音の、選択の幅が広い、コントロールになってるんじゃないかなと思います。こんな感じです。鳴らしたりする感じの、奏法のが、結構似合うかなと思いますね。ロックとかそういうのでこうガシガシ弾いてもらうのがこうかっこいいんじゃないかなと思います。で色合いもね、これクリムゾンレッドっていう名前の色なんですけども、結構こんな感じで綺麗な発色のいい赤になってて、この辺もステージなんかでね、非常に見栄えのする、楽器になっていると思います。でこちらのモデルはバックがこうフラットになってまして、コントロールがね、ちょっとあるので、このタイプなんですけども、バックパネルがちゃんとついてて、手入れとかもね、しやすい形でなっております。で、バックの方が、ちょっと見て分かりづらいですけども、これもね、シースルーの、よいしょ、ちょっと、よいしょ。こんな感じ、ちょっとピントが合いづらいですけども、シースルーブラックになってまして、ですね、ちょっとよく見るとこうフレームが見える、フレームメイプルの木目が見えるような感じの、こういった塗装になっております。はい、こちらですね。ということで、まずこちらの方はですね、スタープレイヤー TV デラックスのクリムゾンレッドですね。こちらの方も店頭にて販売しております。他のモデルもね、流線お取り扱いしておりますので、ぜひぜひ一度、お店の方にもね、足を運んでいただいて、いろいろ見て弾き比べしていただけたらなと思います。ということで、タンタンでした。